ギどうも、サトルです。危険なサイトで2分間のカウント出るんですけども、それを待ってみた。カウントダウン怖いよね。みんなね、そのカウントダウン怖くてねって焦って変なもんインストールしちゃいます。被害報告コメントでいっぱい来るの。だからね、カウントダウン終わった後どうなるのか検証していきたいなと思いました。では今からそういう危険なウイルスサイトにアクセスしていきましょう。はい、危険なサイトでカウントダウン始まって、それで皆さんに脅しに来るよね。じゃあそのカウントダウン待ったらどうなるのか検証していきたいと思います。うわ、早速出てきたね。ウイルスサイトです。皆さんがねすごく気になっているウイルスサイトです。いや、これちょっとマックスの画面表示でいきたいと思います。はい、マックスな画面表示でいきましたね。この方が見やすいよね。ということで今から行ってみましょう。閉じる。はい、こうやって言っています。39件のウイルスが検出されました。おお、また怖いですね。でね、ここで書いたのが、この問題が2分以内に解決されない場合って言っています。さて、このウイルスサイトですが、すごい豆知識を言うとね、1分40秒からスタートします。2分ではありません。残念ながら2分じゃないです。1分40秒スタートで、どんどん時間が減っていきます。では、今からね、ずーっと時間をね、待っていきましょうか。はい、終わりましたね。あらららこうやって出るね。変なインストール画面です。いや、どうやってアップルの審査受かったんだかわかんないけどね、こういうね詐欺的なウイルス系のね、よくわかんないアプリが多いです。だいたいね、こういうアプリはね、データのね、なんか無駄なデータの削除だからね、ウイルスの感染をね防止しますだからね、そういう歌い文句を言ってきます。ただやっぱり効果がないっていうのはね、こう言われていますね。効果がないとかね、あんまり仕事をしていないとかね、なんかノットワーキングってねレビュー書いてあったんですけどね、なんかそういうレビュー消されるんですよね。でね、だいたい星4個とかね、星5個は残ります。で、だいたい日本語っぽいレビューではありませんね。だって何、私のアプリ狩りの終わりって何で、ちゃんとしたレビューだとね、金を巻き上げるアプリです。すぐ消すことをお勧めします。レビューのほとんどが片言日本語だからすぐわかった。この金を巻き上げるアプリですというレビューはね、もうストレートに皆さんに伝えてくれてます。もうそういうアプリばっかなんですよ。ウイルス感染と言って金を巻き上げようとしてくるアプリが多いですね。全く機能しないんですよ、こういうのって。で、それでカウントダウン待った後ね、ウェブ画面に戻ると0分00秒でね、もう機能を果たしたかのような画面になります。この後はね一切動きません。ただのね、脅すためのサイトです。そしてインストール先は金を巻き上げるだけのアプリですね。結果的にそんな感じですね。ということで、いかがでしたかね。危険だよね、金だけ巻き上げるクソアプリ。100個も200個も300個も400個も出回ってます。こうやってね、金だけ持っていくアプリすごく多いんですよ。普通にね、もうやばいぐらい、えげつないぐらいお金持っていくアプリがすごく多いんで、しっかり気をつけていってください。まあとりあえずね、こんな感じで今日はカウントダウンの検証でした。ではとりあえず動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。おしまい。